澤敦志42歳志摩市で遊漁船ほっぺぎ丸をやっています。澤智恵、志摩市で自然情報サロンメイプルをやっています。夫婦2人で志摩市で満喫しています。はい、満喫しています。19年前ですか、23歳の時に鈴鹿市から志摩市に来ました。その当時はもうサーフィン明け暮れてて、大会出たりキュー取るのに必死になっていて、三重県代表選手になりたくって志摩市を選びました。夕方から夜の飲食店のアルバイトをしていて、昼間はサーフィンに明け暮れていました。そうですね、その当時 のサーフィンのやっていた先輩方によくしてもらったんですけども、その人たちに釣りを誘われて、で船を買うことになってしまって釣りに没頭して、これで現在に至っています。はい、もう何もないとこなので、あと誰も知らないので不安だらけで、はい、サーフィンの仲間の方たちがよくしていただいて、はい、はい、大丈夫でした。はい、そうです、地元の方とできるだけコミュニケーションを取るようにしてました。で鈴鹿に住んでたんですけど、鈴鹿はすごい雪降ってスタッドレス履かなきゃいけないような土地だったんですけど、志摩市は積もることがほとんどなくって、もう一年中暖かくていいですので、魚もすごく美味しいです。地元の方もすごいなんかほんわかしてるっていうか、暖かい方がたくさんいて、はい、キハダマグロを釣ってもらったり、カワハギを釣ってもらったりですかね。ナブラ、魚にのところに、船を持ってって投げてもらって釣ってもらって魚を取り込むですね。とね、先輩の遊漁船の船長さんたちもすごいよくしてくれてて、やっぱそんな人あっての仕事ができてると思いますね。一応2年後に新艇、もっと大きい船が来る予定で、もっといろんな人が来てもらって、カワハギとかももっと釣りやすくなればいいかなと思ってます。これ来たお客さんは、やっぱ自然がいっぱいやねって言いますね。すごいいいとこやって言います。ほんでこっちに移住したいという人も、サーフィンだけじゃなくって釣りでも移住したいという人も見えますね。美容師をしてまして、その間にこうなんかいろんなことに、気づくことがあり、で自然のものに興味を持ち出して、こういう自然の療法で仕事をしたいと思って、はい、始めました。はい、仕事をし始めて、やっぱりこのチラシとか出すことになるじゃないですか。それでやっぱり、印刷会社の方とか結構助けてもらって、はい、やってます。ありがたいです、地域密着。はい、ほっぺぎ丸の方でキハダマグロを釣っているんですけども、釣ってもらった方に地元の人の、人に頼んで、こういったキハダマグロのメモリアルキーホルダーやカワハギのメモリアルキーホルダーを作ってもらっています。サーフィンで移住を考えている方は、一年中大きい波からちっちゃい波までできるで、志摩市はすごくいいと思います。あと移住考えている方は、志摩市役所の方にご相談されてみてはと思いますね。子育てする環境もすごい整ってるし、たくさんよくしてくれる方々がいっぱいいるので、はい、住みやすいところなので、ぜひ、はい、移住を